こんにちは、速稼塾の久保です。この花屋でよもさんとのね、動画のキャッチボールもかなり長くなりましたけども、まあ話数はね、300話を超えて300数十話というところでございます。まあ今日もね、行ってみようかと思います。前回は、まあ、ビジネスばかりやっていてね、レジャーをしているところを見せないとやっぱり視聴者さんとしては、あ、独立して自由って言ってもこういうことなんだっていうふうにね、がっかりさせちゃうんじゃないかなと思いまして、まあたまにはね、私たちビジネスをしているものも楽しく、まあ遊んでいる姿とかね、毎日喜んでいる姿とか、いわゆるそうですね、ステレオタイプの夏の楽しみ方を満喫しているよっていうところを出すことによって、あ、やっぱり自由っていいなって思っていただける、共感していただけることが多いのかもしれないなと思うんですよね。まあやっぱりね、さすがに一生懸命ビジネスをするのはいいんですけども、お金が多少稼げるようになっても、そのために一日中ビジネスにぶち込まないといけないとなると、これはまたこれで暗くなるんですよね。でよくあることなんですけども、まあ、サラリーマンなり、まあ月給取りを辞めて独立しました、フリーランスになりました、自分の会社起業しましたって言っても、結局四六時中忙しくって、恋愛もできないし、家族も大事にできないし、もうなんか何かことが起きたらビジネスを一旦停止してそっちの方に集中しないといけないみたいなことになると、いや、これはこれでね、目指したくない姿になってしまったりするんですよね。しかしですね、こうやって YouTube で発信して自分の姿を見せてる時に、いつも変わらないコンテンツを配信してるんだけども、でもその中にね、やっぱり日々を楽しんでる姿があるなっていう風に見えると、視聴者さんからはやっぱり自分でビジネスやるっていいなと、自分で稼げるっていいなっていう風になっていくと思うんですよ。でも最初からそういう風になるとは私も当然言いません。最初はね、本当にね、缶詰状態で、そればっかりビジネスばっかりやる、金稼ぎばっかりやるみたいな状態になると思います。ただフックをさせるものとして、やっぱりね、レジャーとか喜びとか楽しみっていうところに共感していただいて、じゃあなんでそんなにね、昼の日なんかからビールを飲んだり、自由気ままに旅をしたり、バーベキューをしたりね、できるんですかっていうふうなことになったら、いや、私はこういうふうなビジネスをしてるんで、短い時間でたくさんの収益を上げれるようになってるんですよっていうふうになるのが、多分多くの今自由をなかなか得られない人のね、目指すところだと思うんですよ。さすがにサラリーマンとして忙しくって給料をもらっている、どっか勤め人をしながら自分の立場あるんだけども、一定のね、信頼できる立場は確保されているんだけども、その代わり24時間360日会社の所有物みたいな、まあそういうふうなね、ところから抜け出して、やっとね、自分の仕事を始めても、結局店舗をやっていたりとかすると店舗に拘束されたりね、会社をやって従業員雇うと従業員に拘束されたりとかして、なかなかうまくいかないんですよ。まあ、かくいう私もね、麻雀店を広島市内でやってる時に、まあ、社員にお店を任してね、私は別のことをやっていたという建前で、ディズニーランド行ったりね、 USJ 行ったりね、ハウステンボス行ったりとか、まあ、テーマパークが好きなんで全国各地のテーマパークに行ってたわけですよ。ただそこにいる模様を Facebook とかにアップできなかったし、記録の画像とかはなかなかね、取れなかったなって覚えがありますね。やっぱりね、現場で働いてる人がいる中で、私が遊びほうけていたりね、女の子とデートばっかりしていると反感を買おうだなと思ったんで、こっそりとやってたんですよ。そういうこともあって、結構ね、社員ってのは足かせになるなと思ってましたね。まあお金はある程度そこからね、取り出せたところありますけども、最終的には大赤字になってしまって、何やってんだろうってことになりました。それでですね、いろいろと申し上げて話を戻すんですけども、ビジネスをやっていて、じゃあ片っぽではね、自分の思い通りの人生をできているかどうか、そしてそれを提供することができるかどうかってことなんですよ。もちろん自分はビジネスが好きなんで、ビジネスがレジャーなんだよって言われれば、まあそれまでなんですけども、多くの方はお金は欲しいんだけども、必ずしもビジネスをやりたいわけではないってことだと思うんですよ。ね、例えば毎月毎月自動的に100万円が振り込まれるような形になったら、それでもビジネスやりますかねとかね、資産が10億円になりましたって言ったら、それでもビジネスやりますかってなると、ちょっと事情は変わってくるのかなと思うんですよ。要するにビジネスは手段であり目的でないってことなんですよね。目的はあくまでも自分の人生を豊かに自由に楽しくするものであり、おせっかいながら誰かを助けるための余力も欲しいというところなんじゃないかなと思うんですよね。さあ、そうなってくると、レジャーのないビジネス人生っていうのは、これまた地獄だなと
いうのが多くの方の考えではないかなと思います。私はこのようにね、一日中本当にプラプラしていて、子供が生まれてからというものを本当にべったりと子供と過ごすことができて、何も言うことはないんですよね。まあ両親もまだ健在なんで、両親にはね毎月お小遣いをあげながら、そして、まあいろんなね旅を共にしたりとか、それからプレゼントをね思いのままにしたりとか、本当に日々安定した自由を過ごしてるなと思います。そして余力のある時間でね、こうやって動画を撮ったりとかね、社会との関わりも一定数持っているわけなんですけども、今ね、そういえば日本人最大のレジャーとされるオリンピックっていうのがありますけども、さあこれがね共通の理念でオリンピックってものに共感できているかなってことですよね。私はね選手個人個人の頑張りにまでケチをつけるつもりはありませんけども、まあ、オリンピックそのものにはものすごいね違和感を感じてますね。今までオリンピックというのは別に邪魔ではなかったんですけども、今回ほど邪魔なものはないかなと。でオリンピックを応援する国民がいるせいでオリンピックがなされてしまったぐらいのことまで思うぐらいですね。まあオリンピッククソくらいって話なんですけども、そんなもんいらねえよみたいなね、そんなもんで浮かれてる場合じゃねえみたいなね。それこそ自分の人生に余裕ができた人はオリンピックを楽しむのもいいけども、あんなところに夢や希望なんてのはないぞと私は思うんですよね。夢や希望は自分の中にあり、オリンピックの感動ってのは他人の感動なんですよ。他人の記録に対して関係ない自分がただ喜びのおこぼれをもらってるだけと、まずは自分を何とかしろというふうに思っちゃう方なんですよね。まあこれは怪獣を描いている福本先生のね漫画で、福本信行さんだったかな、漫画家の、一つの作品で黒岩ってのがあるんですけどね、最強伝説黒岩みたいなね、中年が主人公になってる珍しい漫画なんですけども、うだつの上がらない中年が織りなす、葛藤と苦悩と、這い上がろうとして這い上がれない、そんなね、まあでも落ちぶれたロスジェネ世代のヒーローみたいな感じじゃないですか。そういうのがその黒沢っていう漫画のね第1ページ目にそう書いてあるんですよ。他人の感動っていうふうなね、この言葉はまさに私がずっと腹に抱えてたことなんですよ。オリンピックそれは他人の感動だよと、お前のものじゃないよと、俺のものじゃないよということなんですよね。ただそこでフラストレーションがなんとなくごまかされているだけなんですよね。それではいけないと。これはね我慢して会社勤めしている人のでも救いでもあるんですよ。というのが、一生懸命一日働いて、今の時期もう真っ黒になってね、大汗を垂らして、そして帰ってシャワーを浴びて、わあ気持ちがいいっていうところでオリンピックで金メダル取りましたっていうと、なぜかね自分まで嬉しくなってわあみたいになるんですけども、いやお前が金メダル取ったわけじゃないよと、お前とは関係ない、他人様が金メダルを取って、その人は栄光を勝ち取ったけどお前は栄光ないよみたいなね、そんな現実も裏にあるんですけども、なんとなくごまかされちゃうんですよね。ということでね、他人のレジャー、他人の目標達成っていうのは一定の励みにはなりますけども、自分自身は相変わらず置き去りにされたままというね、そういう現実があるんですよね。やっぱビジネスを志す以上、自分は何も成し得てないかなと、自分はどこにも向かってないかなっていうことをしっかりとね足元を見て、そして他人の感動にちょっとね勇気をもらったら、自分の感動を得るためにやっぱり歩み続けないといけないのかなと思うわけなんですよね。さあそういうことでね、今回はちょっとレジャーが人生にどう関わっていくかっていうことと、それからいやオリンピックはみんなの喜びじゃないよと、そうじゃないよと、自分の感動を早く作らないとみたいなお話をさせていただきましたけどもね、で私は今ビジネスの喜びっていうのは本当感謝はしてますけども、今この瞬間ビジネスしてるかっていうとやっぱしてないんでね、どちらかというと家族というもの、まさにレジャーがほとんどになってしまいましてね、でそのレジャーをお見せすることによって、あ自分もそうなりたいな、隠居みたいに暮らしたいな、40までにはこうなりたいなって思うような人の心にアプローチしていると。要するに私はねレジャーとか良かったものを最大限、表現することによってやっぱりそうなりたい、その段取りとして手段としてお金はかかるよと、お金を稼ぐっていう道は必要だよと、でも同時にですね、お金っていうのは自動的にキャッシュフローを起こして、それを自分の銀行口座に入れる道もあるよというね、そんなこともねちょっとお知らせしながらの放送でしたね。でまさにこうやって YouTube でねいろいろ語っていると、まあ収入は入ります。でこの動画をきっかけに速稼塾の入塾生さんも、実はね昨日は4件速稼塾同時に入塾してるんですよ、 CGI 同士が。
これ近所の方なんですけどもね、まあそういうこともあるんだなと思いますよね。まあ、あの別の動画でもお話したんですけど、私は最近プラス1台でね、あのセルシオを買いまして、非常に私の求めていた方だったんでね、気に入っちゃったんですけども、まあ、そのセルシオは、まあ、ほとんど乗らないんですけども、多分ねセルシオを駐車場に置いてると近所の方が待っていてですね、まあ、これ久保さんのですかみたいなね。でどの車をやめてセルシオを入れ替えたんですかって言ったら、いや今ある車にプラス1台だったんですよってことを話してね、へーみたいなね。それやっぱり車の維持費って結構かかりますからね、乗らなくてもなんかまあかかってきますんでね。それが複数台やるとなると、今4台目なんですけども、まあ、全部ね結構な経費かかるわけですよ。とてもじゃないけども手取り30万とか40万では持てないと思うんですよ。でこの近所の方から見ると、私は毎日なんか知んないけど朝から晩まで出かけてる様子もないし、家の中で何かビジネスをしてるというふうな噂は聞いたけども、何なのか分かんないし、なのに、まあ、結構ね自由で豊かに暮らしてるから、なんでなのかなっていうふうに近所の方も思われていて、たまにね聞かれることがあるんですよ。まあ、そのためにあの家にお招きしてね、どういったことでお金を生み出してるのかとか、そしてそのお金を生み出す方法っていうのは、私が幼い頃聞いていたものとは全く違う最近生まれたものだよっていうことをねお話して、まあその一部にYouTube もやってますよってこともお話しするんで、皆さんね YouTube を見るようにはしてくれてるんですよね。まあ去年は町内会長だったんで、 YouTube を通じていろんな町内の連絡もするようにしていてですね、それが結構まあ一部の方に受けて、まあ10名20名のことですけどね。ただ今回はもうね、今年は私会長を退いて、せっかく IT 化に傾けた勢いがまたね元の木阿弥になっちゃって、もうちょっと脱力してるんですけどね、ちょっと余談ですけど、だから二度と私は町内会に関わることはないなと思います。やっぱり粘り強くやらないといけないんですけども、この町内のために粘り強くやることはもうないかなみたいなところですよね。やっぱりね、なんかこう家族がどうしても後回しになりすぎて、自分の人生が無駄になってるなと、痛切に思います。インターネットを使えばみんなでもっともっと楽になるのに、結局そこに向かっていかないんですよね。まあ友達同士で LINE やり取りしたりとか、ちょっとね夏のキャンプとかレジャーの撮影をピピッとするぐらいで、なんか全体を動かそうとか、インターネットでこう組織化しようっていうことはなかなかね、このインターネットが始まって30年ぐらい経つと思いますけども、なかなかないんですよね。あ、ちょっと愚痴を最後に申し上げました。じゃあ花嫁さん、また次回の動画お待ちしております。